どうも、みさしです。というわけで、回しがお送りします。バンドリー。さあ、というわけで、新しいイベントのお知らせ来ておりますが、もう皆さんね、お分かりだと思います。次回、ミッションライブイベント、パステルパレットバンドストーリー参照、タイトルアイドルということで、いよいよね、パステルパレットのバンドストーリー参照が公開されるわけなんですけれども、まあ今回はバンドストーリーということで、いつものイベントストーリーよりも量が多いんですね。通常であれば7話だったんですけれども、まあ今回は、15話といつもの倍以上あるわけでございますけれども、予告編をご覧になった方も多いと思うんですけれども、このストーリーがどんな風にね、展開していくのか非常に気になるところでございます。そしてね、この第15話を見ることによって、パスパルの新楽曲、タイトルアイドルの、まあ、楽曲追加、そして MV も一緒に見れますよということでね、もう譜面はね、先に公開されていたんですけれども、おそらく難易度24から5ぐらいの難易度になってくるのかなと思いますのでね、まあ MV が一体どんな風になっているのかちょっと気になるところでございます。あとはバンドストーリー3章の公開記念でスター1000個のプレゼントや、イベントポイントの報酬3倍キャンペーンですね。通常であればスター50個もらえるのが、まあ、150個もらえるということなので、まあ、参加するだけでもかなり熱いイベントになってくると思います。そして新規保証予想でございますけれども、今回はね、かなり悩んでおりますが、この3人のうち誰かかなと思います。丸山彩ちゃん、白鷺千里先輩、若宮イブタソでございますね。まあ、この3人のうち誰かかなと思うんですけれども、まあ、丸山彩ちゃんはね、ボーカルでございますので、ほぼ確定かなと思いますね。しばらく保証も来ておりませんから。ただ、残りの2人ですよね。この2人のうちどちらかかなとは思うんです。千里先輩は、バンドストーリー2章でも星4になりましたし、あとはですね、今2回連続箱指で星4になっているので、まあ、さすがにちょっと来ないのかなとは思ってはいたんですけれども、まあ今回のイベントのタイプがハッピータイプかパワフルタイプで自分は予想していて、もしパワフルタイプで来るんであれば、うちのイブちゃんがですね、ゴリゴリのパワフル女子でございまして、すでにパワフルタイプの星4が4人いるような状況なんですね。そうなってくると、これ以上星4の、パワフルタイプのイブちゃんが増えるかなと思うと、やはりまだ星4でね、パワフルタイプ1人しかいない千里先輩が可能性高いかなと思いますし、あとはツイッターでのあのイラストのセリフですよね、あれを見ると、いや、千里先輩の可能性もあるなと、ちょっと思っているんですね。ただハッピータイプであればイブちゃんの可能性は十分高いんじゃないかなと思っております。さあ、というわけで明日から始まりますバンドストーリー3章、前回のイベントのね、影響もあって、まあ、約1週間というね、短い期間にはなっているんですけれども、まあ、非常に気になる展開もね、やっぱり多いですし、やっぱりガチャもね、気になるところでございますので、この3章もちょっと頑張っていきたいと思います。あ、儚い先輩が、ずっと千里先輩によって弾かれてる。あれがでも、カノン先輩だったら多分、弾かないんだろうな。もう喜んで、多分、受け止めてるよね。うん。